今、松の剪定作業中です。こんな感じで上から、やっていってはるんですけど、綺麗ですね。これやっぱあれですか、作業のポイントみたいなのはあるんですか？そうですね、こういうところに、うん、細かい芽が次の年伸びてくる芽があるんで、うん、それを落とさないように葉をむしっております。なのでこの作業をするときは、手袋をつけずもう素手で作業しています。素手で、はい、このサイズだったらそんなに気にしないんですけど、なのでだいたい手の届く奥から作業してきて、近くを最後にむしっていくと。そうしないとせっかく残した先みたいな米をこう自分の体で折ってしまう恐れがあるので、そういうところに気をつけて作業しております。そうですね、はい、スピードも重視しながら、はい、安全性も重視して、はい、ね、それは合理的であるというこれが庭師技です。続きやっていきます。はい、お願いします。下この施工後がこちらです。素晴らしいですね。こんな感じでここですね、ここの葉を一本一本全部むしってます。はい、この動画が良ければまたチャンネル登録、もしくはいいねボタンお願いします。あとはもうハイエース一択。ハイエース一択です、現場帰りです。欲しい車の話してます。ハイエース、どうしてハイエース？めちゃめちゃ便利じゃないですか。乗るし、はい、いっぱい荷物乗るし、せやな、減りません。いいですね。準備どんな感じだ？ちなみに、ガクってマクドナルドのハンバーガーが60円ぐらいの時で知ってんの？100円の時しかします。ありましたよね、マクドナルド。